NHK の女性アナが大変だ。民放に比べて、ライティングやメイクが甘いのか、どうにも残念な映り方をしているように見える。表舞台に出る人たちなのになぜか、芸能文化評論家の蛭間正明氏が、その真相に迫った、写真。毎日出演するアナウンサーは服選びも大変、NHK の女性アナがかわいそうよ。ある女性タレントの同情の声である。NHK の女性アナには、民放では絶対に見ることがない目の下のクマが見えることがある。民放だったらメイクさんが綺麗に消してくれるのに、と先の女性タレントは話す。視聴者の目は鋭い。最初、ある視聴者は、体調でも悪いのかな。と心配したが、毎日同じメイクで影が消えていない、化粧が下手なのか、と思ったが、他にもクマのあるアナウンサーが原稿を読んでいる。どうやら一人や二人だけではないらしい。NHK には、視聴者からあのメイクはなんとかならないのか、という声が寄せられているという。丸、NHK に出入りする芸能事務所のベテランマネジャーに聞くと、タレントと違いアナウンサーにはヘアメイクがついていない。すべて自分でメイクして、最後にヘアメイクさんに見てもらうだけです、と明かす。なるほど、全国に200人以上と言われる NHK の女性アナに同情したくなった。ライティングもかなりおざなりで、工夫がない。映りが良くないのはアップになった時によくわかる。裸電球を直接当てるローカル局もあり顔が青く見える女性アナもいる、と関係者。丸、NHK の女性アナの残酷物語はこれだけではない。毎日同じ服を着るわけにはいかない、衣装はすべて自分持ち。だから女性アナのブラウスやスカートは柄のない原色を基調とした一式が多い。地味といえば地味で、質素な印象だけど、視聴者から見れば民放の女性アナよりセンスが悪く、おしゃれや流行に気を使っているとは思えない、と前述の女性タレントは指摘する。民放でメインを張るぐらいの女性アナには、局がスタイリストをつける。その代わり協力者の名前がテロップで入る。しかし公共放送の NHK ではそうはいかない。給料から自腹で1回1000円を限度に衣装代として、貸し衣装やスタイリストから用意してもらう。そんな涙ぐましい努力をしている女性アナもいる、と関係者。NHK といえば、BS の受信料を含めて番組販売。子会社、関連会社の売上を含めると、その売上額は1兆円を超すとも言われている。つまり世界一豊富な予算が組まれていると言える。ヘアメイクや衣装は建物と比べれば実にささやかな金額ではないか。確かに公共放送は受信料で成り立っているとはいえ、何とかしてやってほしい。視聴者も理解してくれるはずだ。